ここで台風情報をお伝えします。台風9号の進路図からご覧ください。22時の推定位置ですけれども、現在は五島列島五島市の北西およそ110キロの海上にあります。引き続き大型で非常に強い勢力を保っていまして、現在は長崎県のほぼ全域、また佐賀県のほぼ全域、そして福岡県の一部、こちらが台風の暴風域に入っているというふうに見られます。で、現在かなり風が強まっています。これまでのところの最大瞬間風速を見ますと、五島列島の上大津で 43.2 メートル、また長崎市の野母崎で 40.5 メートルなど、各地で暴風が吹き荒れている状況です。で、この後の風の予想ですけれども、この後もかなり風の強い状況を継続していきます。特に日付が変わるぐらいまでは広く暴風、その後南の方からだんだんと風の方は落ち着いていくんですけれども、九州北部の沿岸部ではまだ明日の午前中ぐらいまでは風の強まりに対して注意をしてください。で、もう一つ雨ですけれども、現在かなり離れたところ、台風の中心から離れたところで雨が強まっています。現在三重県の藤坂峠で43ミリの時間雨量、また四国でも20ミリから30ミリといった降り方をしているところがあります。こういった方面の雨雲の今後の動きなんですけれども、特に台風本体のかかる五島列島や対馬は激しい雨に対して引き続き警戒をしてください。で、明日になってきますと、今度は四国東部から東海地方、静岡県にかけてが雨の中心となっていきそうです。この太平洋側では1時間雨量で50ミリ以上の激しい雨が降る可能性があります。台風の中心は離れていくんですけれども、雨の影響はまだ広く残りそうです。